はいみなさん、こんにちは、こんばんは。こ,こみチャンネルのショーが今日は破壊措置をお送りいたします。よろしくお願いいたします。破壊措置出ましたね。2023年4月22日、日本の浜田防衛大臣が北朝鮮が近く軍事衛星を打ち上げることを受け、沖縄県へ迎撃ミサイル配備に向け破壊措置の準備命令を出しました。 準備命令を出したんです沖縄県ですよ。で、この細かいね、ちょっと内容をね、あのまあ、簡単に説明しますけれどもあの、準備命令というのはですね、まあ、準備しろよということなんですね。で浜田防衛大臣がまあ言うにはですね、北朝鮮が軍事衛星のまあ大型機、まあ、大型ミサイルみたいなもんですね、を1号機を完成させて、近々打ち上げるという情報が入ったと。 で、それに対して早急にですね、地対空ミサイル PAC-3、PAC-3 部隊を展開させ、展開させるのは沖縄県に展開させるんですよ。まあ、もう、ものすごい急いだ緊急な準備、緊急的な配備ということなんですね。緊急命令なんですよ。で迎撃ミサイル SM-3 を搭載した護衛艦を展開。 まあ、イージス艦も含めてっていうことですね。で、この、えー、PAC-3 の配備、防衛省によるとですね、宮古島、石垣島、与那国島の3島に配備することが決定したというんですよ。宮古島、石垣島、与那国島に PAC-3 を配備するんですよ。これはね、とんでもない迷惑です。いや、本当に。だってあの、 いや、よく考えてくださいよ。これも決まったんですよ。で、週明けから、まあ、配備、あの、移動させて、宮古島、石垣島、与那国島に、まあ、具体的な配備が始まるんですよ。で、とんでもない何が迷惑かっていうと、まず住民の方が、怖い、ね、不安、というのはあると思います。でも、よく考えてくださいよね。これ、パフォーマンスですよ。 なぜかって言ったら、北朝鮮のね、そのミサイルは、あの、打ち上げ方向は、北海道の方に行くんですよ。沖縄関係ないんですけど。で、え、あの、これを言うとね、いや、あの、ね、PAC-3 っていう部隊を展開させるっていうことで、沖縄から撃つんじゃないかな。いや,いや、届かないですか、沖縄から。沖縄からはね、あの、 もう射程距離が届かないのと、時間がずれちゃうんで、追いかけてって撃ち落とすなんてことも迎撃できないんですよ。でこれはまあ、あの軍事費を上げるとか、これからアメリカからまた旧型のね、あの武器を買わなければいけないので、それを買い,やす、まあ、買いやすくするためのパフォーマンスですね、完全に。まあ、迷惑なのは、そのね、石垣島とか宮古島とか与那国島にね、住んでらっしゃる方。 不安じゃないですか。そんなもの配備されたら、向こうからミサイル飛んでくるんじゃないかと思っちゃうじゃないですかね。とんでもないね、あの、いけないことをしていると思いますよ。で、あのー、イージス艦と連携するんですけれども、あの、システムとしては、イージス艦も、ま、配備されます。間違いなく。あの、セットなんですよ。この迎撃ミサイルとイージス艦は常にセットなんです。 だからイージス艦が沖縄の周りをうろうろすることになります、今後ね。で、イージス艦が、まあ、もしね、あのー、北朝鮮のミサイルが発射されたら、その弾道ミサイルを、まあ、即座にキャッチしてね、あの捕捉して、計算処理を行うんですよ。で、ミサイル発射を命令、指令を下すんですね。イージス艦から、まあ、情報が入って、司令官が、よし、迎撃だ、ということで、 まあ発射するんですね。だけど、届かないですから、届かないですよ。で、あまり性能も良くないしね、あのー、この SM3 っていう、まあ、ミサイル発射するんですけど、そんなにね、あのー、100%当たるとか迎撃できるってことはないですね。どれぐらいだろう、まあ、半分ぐらいですかね、だい五十50%前後ですよ、あの迎撃できる可能性はね。 ま,あまず迎撃できないし、あの、届かないですから、届かないんで無理なんですけど、最初からね。まあ、だけど、ま、配備するっていう、なんて言うんですかね。あの、表面的な行動っていうのが必要なんでしょう。これはね。まあ、それによってですね、まあ、あの、今後の防衛費の予算確保というのはね、あの、できますからね。で、これから、まあ、アメリカが大量に旧型の武器の、まあ、あの、処分をしないといけないので、 その旧型の武器の処分をしなければいけない理由っていうのは、アメリカ、今、お金がないんですよで。防衛費の予算が組めないんですね、なかなかね。で、あのー、そのお金がない中で、じゃ旧型の武器を大量に日本に買ってもらって、まあ、韓国もそうですけど、まあ、日本とか韓国に買ってもらってで、そのお金で次の世代の新しい武器を作りたいんですよね。で、その次の世代の新しい武器作らないと、均衡は保てないんですよ。 これはあの、ロッキー側、熊野プーさんチーム側は、もう次の世代の武器を大量に持ってるわけですよ。で、全然こう、一世代ずれちゃってるんですよね。だから叶わないんですよ。で、今戦っても全然無理なんですよね、アメリカは。だからそれが分かっているので、なんとか今までのもう作りすぎてしまったものっていうのを、まあもう旧型で役に立たないポンコツですよ。で、それを全部、まあ日本に引き取ってもらいたい。ということですね。 でこうやって配備して、だから届かなくても撃つんじゃないですか。これ命令、準備命令も入ってるんで、準備命令入ってるってことは撃てということですから、北朝鮮からバーンと上がったら、多分ね、もう届かなくてもんでも撃つと思うんですよ。もうだから余計な本当迷惑ですよね。あの、この石垣島とかね、宮古島とか、あの、与那国島のね、島の人って、 困っちゃうんですよ、そんなとこから撃ったら。撃ったら反撃してくる可能性ってあるんで、怖いじゃないですか。ねえ、やたらめったらね。当たりもしないのにね。だから、届きもしないんですよ。届かないのに撃つってどういうことなんですか、それはね。よくわからないですけどね。でも、それによって、まあ、煽るんでしょう。国民の心理をね。煽って、煽って、煽って、煽りまくって、まあ、 旧型の武器でも何でもいいから大量にまた買ってということなんでしょうね。それもうしょうがないんでね。もうそういう図式になってしまってるんでね。うんだからその流れで、まあ今回のことが、まあだからきっかけ作りたいんですよね。何か大ごとになるね。あの、まあ大ごとって、大ごとに本当にはなんないんですよ。なんないんだけど、まあ国民の心理を揺さぶりたいってことですね。 まあね、とんでもないことが起きているということですね。やっぱりね、私の予測通り、予想通り、もう、あの、始めたいんですよ。日本の国はね、始めたい。これどう考えたって、だってあの、ちょっかい出してるとしか思えないじゃないですか。だってあの、人のとこの国のね、あの、その、実験的に打ち上げるのに対して、無理やりそこに割り込んでいって迎撃しようとしてるわけですよ。届きもしないのにね。で、日本の上空を、 あの、まあ、日本にこうね、攻撃してくるとか、日本を狙ってるんだったらいいですよ。それは迎撃しても。そうじゃなくて、上に撃ってるだけなんでね。上に撃ってるんですよ。え、でも上に撃ってるって言うとね、あの、反発する人は、反論する人は、やめて、北海道の上とかで通ってんじゃん。何言ってるんですかあの、地球がすごい速度で回ってるじゃないですか。回ってるんで、北海道の上に来ちゃうんですよ。高く上がると。わかります地球が回ってるんでね。で、宇宙にこう出たら、 もう30キロ、40キロ以上上、宇宙ですから、すぐ出ちゃうんですよ、宇宙に、ミサイルが。でも地球回ってるんで、すぐに北海道の上になっちゃうんですよ。それで北海道の領空とか上空をって言ってるだけなんですよ。でも実は違って、宇宙に出ちゃってるだけで、地球が回っちゃってるだけなんで、北海道の上空を狙ってるわけじゃないんですよ、別に。そんなのずっとこう、まっすぐ上がってっていうことはできないわけですよ。地球回ってるんでね。うん、だから、 ねえ、それが、あのー、分かってなくて、北海道に撃つ気なんじゃないかとか、北海道を狙ってるって、もう思い込ませてるってこと、ま、でもさらにそれを沖縄から迎撃するって、届かないんですよ。所詮届かないんですよ。あの、500キロぐらいしか届かないんですよ、マックス。マック5 0 0キロなんで、まあ、300キロ以内ですね、しか届かないんですよ。このミサイルね、配備する。それで撃とうとしてるっていうね、わけわかんない、 ファンの方の知識がないことをいいことにですね、めちゃくちゃだと思いますよ。うん、まあ、しょうがないでしょうね。これが日本なんですね。で、皆さんでもそれで表面的なこのね、あのニュースでビビってしまって、うおーってなって、やっぱりかーとかね、やっぱりあの、やるしかないとかいう人も燃え上がって出てくるというね、図式になって、まあ、アメリカの言う通りにね、 あの、古い武器を買い込んでということで、ろくなことは起きないですけど、で、あの、軍事費税金みたいなね、軍事費税みたいなのを創設して、もうやむをえませんねっていうことで、国民のみんなもね、あ、そうだそうだってなってますから、ちょうどそのタイミングでそういう税金を、まあ、新しく設けることができるということですね。まあ、そういう図式が描かれてるんですよ。で、危ない方向にどんどん行ってしまうということですね。 まあまあまあ、あのいいことは何もないんですよね。うん、ということで、えー、今日はですね、とんでもない、えー、命令が国から出されたという破壊措置についてお送りいたしました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。